パハールガンジのメインバザール、ニューデリー駅の向こう側に見えるパハールガンジのホテルレストラン群パハールガンジは、インドのニューデリーにある地区で格安宿が多くあり、世界中からバックパッカーや旅行者が多く集まる。メインバザールとも呼ばれている。インド国内各地への列車が多く発着する、ニューデリー駅のすぐ西側に位置しており、交通の便も良い。また、ショッピングの中心である。 コンノートプレイスからも比較的近い。格安のホテル、ゲストハウスの他にもレストラン、売店、ネットカフェ、服屋、土産物屋などの店がのを連ねている。パハールガンジとは他の市場という意味で、その名の通り、ライスイーナーの丘に近接している。デリーがムガル帝国時代の首都、シャージャハーナーバードと呼ばれていた時代から、パハールガンジは存在し、 現在のオールドデリーにあたる城西地区のすぐ外側に位置する帝都に5カ所ある主要な市場の一つとして栄えていた。17世紀頃は主に穀物を扱う市場として知られ、徴税のための役所も置かれていた。1947年のインドパキスタン分離独立の際には西パキスタン側から移住してきた多くのヒンドゥー教徒の難民のために店が割り当てられ、 その後通りは急成長した。1970年代にヒッピーブームが起こり、ヒッピーやバックパッカー、学生の旅行者などが多く訪れるようになった。ありがとうございます。